でも大騒ぎしてたの覚え、俺あんま甲子園見ないんだけど、その年はすげえピッチャーが、だから正広とだから大峰雄太っていうのがいるっていうのは聞いてたの。あ、本当ですか。だって、え、ドラフト1位でしょ。はい。ロッテって知らなかったでしょ。いや、知ってましたけど、はい、あんまり石垣では今みたいにこのパリーグ TV とか、うん、いろんな見れる環境じゃなかったんで、うんうん、ロッテの試合っていうのはなかなかやってなかったんですよ。やってないよな、はい、石垣もその頃キャンプやってないでしょ。やってないです、やってないです。WBC で里崎さんとか、うん、今江さん、西岡さんと、あと、まあ、広之さん、小林広之さんとか、うんうん、そのすごい選ばれた時の、うん、あ、ロッテなんだぐらいしか分かんなかったんで、うんうん、どこ行きたいとかあったの。僕はあのホークスに行きたかったという思いが九州地元だったんで、はい、やっぱあれ同じじゃない、沖縄も福岡もなんか九州って、はい、九州大会とかってやるんでしょ。はい、やります、やります。やっぱり福岡ソフトバンク行きたかったの。怪我を、僕大きい怪我を2年生の時にして、ここ2年、はい、半年バイクで突っ込んだとか違います、ちゃんと野球で怪我しました。何したら野球で。あの肩痛めて、うん、で半年以上ノースローとかで、2年の時、はい、春終わってからじゃん。1年生の秋が終わってから、うん、2年生の夏の大会が終わるまで、で甲子園の九州大会の時に、うん、もう久しぶりに投げれたっていうぐらいちょっと怪我をしてた時に、うん、一番最初の医者からキャッチボールしていいですよっていう許可が出て、うん、でも確か10メートルか20メートルだったんですけど、それの20球っていう制限の中、うん、あのホークスの担当のスカウトの方がそれは俺たちは見に行くって言って、うん、それを見に来てくれたんで、うん、なかなかこういう怪我して最初の一番最初のキャッチボールを見に来られるスカウトの方ってなかなかいないじゃないですか。で、そういうのをまた投げるってなればまた見に来てくださって、うん、っていうのもあったんで、だんだんとこのあそういう球団に行きたいな、行きたいなって、はい、ロクドって、はい、くじで、あの強豪だったの、はい、ソフトバンクと、はい、2球団、はい、すごいな、いい、で、ロッテの時はあれみたいな。僕、授業中で、あの石垣その当時あのドラフトのテレビもやってなかったんですよそうな、はい、で、一応席とかも指定されて、休み時間になったら校長先生があの言いに来るからって言われて、うん、あ、じゃあ分かりましたって座ってて、携帯が鳴って授業中だったんですけど、見てロッテおめでとうって来たんで、ロッテって思ったら、うん、校長先生が来て、あのロッテに指名された、おめでとうって。ロッテどうしよう、全然分かんないと思って。そりゃそうだ、はい、複雑な表情になっちゃうね、子供だしな。そうですね、やりましたって感じじゃないでしょ。いや、もうどうしようって言って、本当はすぐ記者会見予定してたんですけど、とりあえず校長室に来いって。そりゃそうだ、動揺してる。そうです、もう全部シャットアウトして会見どうしようかって言って、うん、もう監督が多分もう今思えば監督がもう悪役になってくれたというか、うん、もう最初に座った段階からこんな感じで顔を座って、なんでロッテ来たんだよみたいな批判を全部そっちに行くように。あ、バレンタインだっけ監督。そうです、ボビーです。ボビーが何かやったのかも、はい、あのなんか分かんないですけど、僕あの言われてたのが、王さんがもう指名するって公言した段階で、暗黙のルールで日本人の人たちは手を引かないと。そりゃそうだ、行かないけど。そんな感じあるわな。ボビーは、いやそんなの関係ねえだろっつって、うん、ったら当たっちゃったボビーはい、あ、そう、そうですね。で、監督が待ってくれたの。はい、 YouTube 残ってるの、それ見てみよう今度。あの、写真はあります。画像は残ってましたあ、悪い、なんだそれやってロッテはみたいな。もうなんかもう本当に、あ、今思うと、あの時は何とも思ってなかったですけど、うん、今思うと、あ、全部多分批判とかを全部自分のところに来るような態度をなんか自ら取って。そうだろうな、はい、自分やっぱ子供だけにな、はい、いやちょっと僕本当はみたいになっちゃった時に。そうですね、それも言わさないように全部自分のところにああいう態度を取ってたんじゃないのかなって思いますね。いい監督だね。まあそういう怖かったですけど、うん、そういうのもすごい。今も付き合いあるの？帰ったら、うん、はい、今ケツバってやられないでしょ。いや、もう一回も僕文句言ったことがあって
散々人僕たち選手にはなんか上から叩けっつってるのに、ケツバッとしてた僕なんかこうヘッドが下がってるような形でハードがついてたんで、ヘッド下がってますよっつって言ってやった、はい、言いました言ってやったのね、はい、で監督、じゃあ、八重山商工はじゃあ優太と平と2人、はい、あと僕の弟も一応、あ、そうだそう、はい、あ、同じ高校だったの、あ、でもあとそのジャイアンツに入った楽天に今まだいるかな、あと田中、はい、もう一応4人、プロの人生はどうだった、プロ野球人生は順調にいったんだっけ、いや、怪我ばっかりしましたね、あ、そう、はい、肩、肩も最終的には肘を怪我してトミー・ジョーンして、うん、で、ロッテ戦力外になって1年間、名古屋に行ったんですけど、うん、ドラゴンズに行った時はもう全然肩がダメで苦しかったね、じゃあそうですね、まあでもでもなんか一軍で俺戦ってた、俺らの時投げていいピッチャーだなーって見てたけどな、あの年だけでしたね、俺らだけいじめたの、いやあの年だけ、あの1年間投げて、うん、次の年にどっからまあもう肘と肩がもうどっかしら痛くなってたんで、ずっとだもん、じゃあそうですね、で肘はそのトミー・ジョーンしてもう全く痛みなくなったんですけど、今度まあ強く振れるなった分この肩に来ちゃって、何やってもダメだもん、そうやってなっちゃうと、そうですね、もう山本昌さんタバコの吸い方こうやってするんだなんか僕も聞いた、なんか聞いたことあります、なんか右手で吸えばいいじゃないですかって吸った気がしないんだみんなそうなっちゃったらないもう本当に、それで、何年やったんだっけ、16年やりました、16年、怪我戦ってよくやったね、それ、いや僕はもう本当にあのロッテの球団の方には本当に、うん、あ、もうそろそろクビじゃないかなっていうタイミングで、うん、あのトップがコロッと変わって、うん、でトップになった方が僕がすごいお世話になってた方とか、うん、なんかタイミングが本当にすごい良かったなって思いましたね、16年、はい、長いな、長かったです、で基本はじゃあ何勝したのトータル、そうか、30いったかいってないかぐらい、あ、すごいな、29とか30だった気がします、じゃあメインは先発でやってたんだっけ、はい、ずっとな、はあ、そうですね、16年でもきつかったね、怪我、怪我はそうですね、見舞って楽天今、はい、スロッているじゃん、はい、やった学ぶと、はい、一緒に食べてます、はい、あれもずっと年中シーズンしたよ、機械だっつってまた強くなりましたとかこの出来物、そうですね、リハビリがもうやっぱり一番しんどいですね、うん、良くなってるかどうかもわからないですし、ボビーは何年やったの、ボビーは2年か3年ですかね、それは使ってもらったの、若い時、ああ、もうはい、だいぶあの時は今とちょっと違って、今ってこうファームでも若い選手をなんか上で使ったりするじゃないですか、うん、僕が入った時はもう本当に1軍と2軍の差というか、うん、2軍でどんだけ頑張ってもなんか上に行けないっていう、うん、こうなんか怪我がない限りはなんか行けないみたいな感じがすごいあったんですけど、ロッテは、はい、もうすごい感じましたね、それはレギュラー陣、今江とか西岡の頃も、あ、そうです、もうバリバリの時なんで、井口もまだいなかった、井口さんはそのもうちょっと後ですね、角中、角さんもその後です、僕同期入団なんで、あ、そうなの、はい、だから、キャッチャー里崎さん、うん、ファーストが福浦さん、はいはいはい、セカンドが堀さん、サード今江さん、ショート西岡さん、でレフトにベニーとか大松、あ、ベニー、大松さん、早川さん、三郎さんとか、はい、青野さんとか、いいメンバーだ、そうですね、あの平内さんとか、はい、渡辺正人さんとかいて、はい、でもじゃあ強かったでしょ、3位とか4位だったような気がします、あ、でも優勝、優勝はその頃はしてないんだっけ、はい、ボビーセップみたいな時あったじゃん、僕が入る前ぐらいじゃないですかね、2005年じゃないですかね、バレンタイン通りなんてさ、あの、はい、ありますよね、マンション、はい、僕が入る前はすごい多分優勝、あのクライマックスがなんかあって、事実2位か3位ですけど、それ勝ったら優勝っていう時があった時に多分優勝っていう形になってたんじゃないですかね、うん、はい、そのなんか面白い選手とかいたの、そのやってた中でエピソードとかないの、ロッテはあの人こんなでしたよみたいなどんな感じのやつですか、まあ、例えば三郎さんはうんこ50センチなんかそういうのは分かんないですいやでもやっぱり本当にファームに行っても一軍の選手の
先輩の方々と接する機会がなかなかなかったんで、浦和だしな、はい、もう本当にテレビの存在というか、うん、本当になんかかけ離れてちゃうのは僕はすごいイメージがあって、うん、ましてやなんか石垣から出てきたんで、うん、イースタンリーグで新岡さんとか、うん、高橋由伸さんとかと、うん、たまに対戦してたんですけど、うん、怪我明けとかで、うん、はい、もうすぐ地元に電話してました対戦したっつってもう本当にテレビの存在の人たちだったんで、自分のやっぱまっすぐだったでしょ武器は。でもあの通用するとは全く思ってなかったんで、はい、そうなの、はい、それだったのでファーボールばっかり出しましたストライク投げるのが怖いんで素直でいいないや対戦してすごかったっていうのバッターじゃその新岡とか吉野部だったの、その、いや僕あの初ホームランがカブレラで初三振がカブレラなんですよ、うん、カブレラはもうやばかったですね。やばいあれ、はい、怖かったですね怖いな、はい、あと意外にというか住谷銀次郎さんに僕めちゃくちゃ打たれてて銀ちゃん、はい、まあ、銀ちゃんそんなに打撃がその頃良くなかったからね。でもあの涌井さんに僕が言われてたのは、住谷さんに失礼ですけど、涌井さん曰く、お前あいつのスイングは波を振ってるのにお前がその波のところに投げるから当たるんだよっつって僕あの涌井さんに言われてました。最低だかけてよそういう会話あいつに打たれてどういうことだよって言われて、まあでもね銀はねやっぱ練習でそれを克服した。あいつあのアリワークってこうなんか名前が出たの、はい、銀だもん。うーんシーズン入ってテブさん室内で早く打ちたいんですって、じゃあやるかってして、室内で西武ダイニングの、はいはい、この室内で2時間近く打つわけ。へえ。ただその4係の人がテブここで2時間かわいそうだからもうあの西武球場使っていいぞって言ってナイトつけてやるよなんて、それで始まったらみんなが俺も入れてください俺も入れてくださいってなったら銀なの。もともと銀は1時間40分打ったあのでかい角2つ打つまで終わんないの。親子も出んだけど、親子の時も投げてくれっていうわけだから俺らもうシーグなんか投げてる。へえ。で、あの9時ぐらいまでやってチームが出てくれた、はい、っていうぐらい銀はやったの。そうなんですね、うん、だから、でもその後か銀と戦ったのか多分そうだと思います。そうだよな、そうだよな、はい、もう打ち取ったと思っても、なんか間をコロ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 で、僕がもう意識し始めてからはもうよっしゃこれで大丈夫だろうと思ってもなんかもう間抜けていったりとか間に落ちたりとか結構ありましたね。優勝経験とかあるの？あの全く何もしてないですけど2010年はあの一応ベンチにいました。あ何もしてない1試合2イニングぐらい投げたんですけどあの本当に何もしないでビールかけとか経験させてもらいましたはい、2010年っていうと西村さんの時で、あのなんか下克上で、はいはいはい、はい、3位から、はい、俺クビになった年だな途中で2010年、そうですね。で中日は何だっけ、何の縁で行ったんだっけ。トレードだなあれ。いや落合英二さんの、落合さんがロッテに